こんにちは、美顔デザインチャンネルです。このチャンネルではあなた自身の手で顔の悩みを解決していく方法を提供しています。もし自分の手で効果が現れないと思ったときは、施術の受付をこの動画の下の解説欄で行っていますので、そちらのホームページからお申し込みください。今日はですね、長谷川香水さんからご質問がありましたので回答いたします。使う機会がない電気マッサージが顔のマッサージに使えるんじゃないかと思ったということですね。まあ、ひらめいたんですけれども、このブルブルって顔のマッサージとして効果ありますか？強く当てると骨まで振動が響いて少し痛かったんですけど、軽く触れるくらい当てればシワやたるみに改善、シワのたるみの改善になるかと思ったということですね。まあ、結論から言いますと、あまり役に立たないと思います。で、逆に効果が強すぎて、シワや、たるみを増長してしまう、増やしてしまうことの方が考えられます、予想されます。というのは、顔の筋肉も、まあ、噛む力というのは強いんですけれども、やっぱりたくさんついてて、いろいろこう細かい動きもするんですけども、やはり弱い、小さいということですね。で、まぶたなんかは瞬発的に常に動いてますから、この特に弱い、脆いですよね。で、顔の筋肉はあるんですけど、そのすぐ下に神経が出てありますから、その神経を傷つけられると顔面の麻痺とか起こりやすい。だから冷えとかね、寒い時の風が当たると麻痺が起こってしまうというのは、やっぱりあったかくないんですよね、筋肉の層がね。筋肉によって熱が出にくい、そして、この心の筋肉と比べて薄いので、やっぱりそういった外的な刺激も受けやすいというので、マッサージ機でも顔面用のではないもの、体のものはやっぱり刺激が強すぎる。で、軽く当てては、いいのかという話ですよね、結局ね。で、軽く当ててもこの筋肉を想定しているから、軽くてもこう振動強さは強いんですね。それが軽く当たってもこの一つのブルブルの振れ幅というのは、顔にはこの大きすぎるんです。で、強すぎるんです。なので、同じところを例えば軽くしたとしても、その振動というのはこう、波紋、水に石投げたらこう広がっていきますね。あんな感じでこう、むくみをこうね、そこから遠ざけようとします。なので、ここにやったとしたら、こっちに溜まりやすいし、逆にこっちは引きやすいかもしれません。で、それをこう順番にやればいいのかといっても、やはりこの急激に水分が抜けていくというのは、肌とかこの皮下脂肪の、まあ、含有水分を含んでいるんですけども、そこの水分が急になくなってしまう、一時的に消えてしまうとシワになりやすいですね。で、シワが目立ちやすくなります。またね、もうここシワあるとしたら、その水分が抜けて、このシワ自体の深さも目立つし、周りの肉がなって小さくなる方はそうじゃないですね。みんなが痩せてきますんで、まあ言ったら老化のような、一時的な老化のような感じが出てくるんじゃないかと思います。で、1回や2回じゃそんなに変わらないと思いますけど、それを毎日やっていくと、やはりそれはそれで悪影響がそこの部分に目立ってくるようになると思います。手動式の美顔器ですね。あれでも手料理ながら同じところばっかりやってると、そこがやっぱり痩せてこう頬がこけてしまうということになりますね。それを修復するまで、まあ、今はマスクして目立たないかもしれないですけど、やっぱり何日もかかって、大変困ったという方もいらっしゃいますから、やはり強い刺激というのは顔には向かない。で、電気マッサージはもちろんこう一定刺激だけがぐーっと与えられますから、その端ずーっと自分で細心の注意をして弱くやるというのは、うまくいく方もいるかもしれません。で、リンパなんかは逆にこういうところに当てると効果は大きいと思いますけども、これは顔じゃなくて首ですからね。やっぱり顔というのはこのエラから上の部分になってきますから、あまりしない方がいいんじゃないかと思います。はい、まあ、うまくね、手動のマッサージとか面倒くさいけど、こう僕のね、まあ、僕とかいろんな人の手で行うマッサージの方が安全じゃないかなと思っています。で、まあ、あまり今まで言わなかったんですけど、美顔器というのをね、手動でやる美顔器という企画はあります。で、僕がやっている手技を再現するという機会なんで、まあ、もしね、そういうのが出たら、またそれは
お試ししていただきたいなと思います。はい、まあ、今日のね動画が役に立ったと思ったら高評価をお願いいたします。このチャンネルではあなたの質問や悩み事を募集しています。どんなちっちゃいことでもね勇気を出して質問してみてください。最新情報をいち早くあなたにお伝えしたのでチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。あなたの美顔ケアに役に立ちますように。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。